ドーロールの怪物、無敗の二冠馬、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったジェニー、幅3馬身、後続の手応えもいい。2番手は成田ブライアン、残り 200m、 ジェニー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はシアマザ、ジェニー先頭だ。先頭はジェニー、1着でゴール、ジェニー1着、2着にはどうやらシアマザ、これが2冠馬だ、ジェニー。シャドーロールの怪物、連覇なるか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はダンスパートナー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はディスコシュール、あと 200m、 アワッド伸びてきた、一気に捉えるか。アイルトンシンボリ、成田ブライアン抜けた、アイルトンシンボリ食らいつく、成田ブライアン大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。シャドーロールの怪物、トップガンの奇跡。
決着をつける時だ。さあ先頭に立ったのは綾乃トップガン。あと 200m 後続を大きく引き離しました。後続は大きく離れた。2番手は石山ぞ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。綾乃トップガン1着、2着は石山ぞ。ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのは綾乃トップガン。